こんにちは、デリスキッチンです。三色おはぎを作っていきます。まず絹ごし豆腐 200g と白玉粉大さじ3を加えてしっかりと混ぜていきましょう。混ざったら白米 200g も加えてしっかり混ぜて、ラップなしで 600W の電子レンジで5分加熱します。そうしたら弾力が出るまでヘラなどで混ぜて、すりこぎで潰し8等分に分けます。あんこ 160g は直径3センチに丸めましょう。そしたらサランラップの上にご飯を薄くのせ、あんこを包んでいきます。次に砂糖入りの抹茶と黒ごま、きな粉を袋に入れて用意して、団子も加えて袋ごと振って側面につけたら完成です。いかがだったでしょうか。ありがとうございました。